しょ、俺が猛アタックしてたって。まあこの話はその、まあ、全カットでしょ。いるよ、つまらん話しやがって。中根入り、中根入り、中根さんはだから裏入りなあ、この間もうジャン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 ボ中根っていうな、はい、わけわかんねえやつがいて、いますね、で、そいつがさ、はい、この間な、収録一緒やったのよ、はい、ジャンポリスね、テレ東のジャンプの、テレ東のジャンプのね、はい、ネタ、ジャンプの、30分の番組があって、はい、その30分の番組の企画の中でジャンプのネタをしてくれた、うん、ジャンプゴングショーって、はい、ショーも行きましたしね。で俺も行ったのよ、はい、ギフト矢野とかと行ったのよ、はい、で、収録者コンビが10組よ、10組あら、あじゃあ10組ならねで、10組のうちオンエアこの後見たんやけど、はい、7組しかオンエアしてなかったよ。あら、あ3組3組、カット、うん、えって俺が出番が9組やって、うん、で、見ててパッてなんかすぐ俺のなったよね。まあ、思ったより早いな、出番が早いなと思ったら、はい、誰がカットしたんやと思って、はい、つい一個に分からんかって、誰やろうって台本見たら、まあ、中根出てねえなジャンピオン出てねえな、ジャンピオン全カットだと思って、寄せに寄せたあのネタ、それはやっぱ同じ事務所のね、こびこびね、こびこび、ほいで、中根なんて言ってるやろなと思ってツイッター見てたやん、中根のツイッター見たら、うん、カットされたあの人がね、うん、そしたら中根がカッコ悪いんが、今回ジャンポリスのね、放送の中でそれはジャンピオンは全カットされましたけども、ちょっと不安に思って、恐る恐る担当の作家さんに聞いてみたんです気持ち悪い、よく聞いたよ。そうしたらなんか今回はカットですけど、再来週以降に放送する予定だと思いますみたいなこと言われて、つまらん3組が放送するわけない、ない絶対ない、全然上位の7組が放送されたで、スタッフとしてはもう10組放送したかったんですもんね。そうそうそう、でももうあまりにもなんでつまらない、かわいそうだから、もう名誉のために削ったやつを電話かけて、電話をかけてお願いします。なんでカットなの、うん、なんでカットなのって聞いたんですよ、流れさんが。だってそのなんでカットなのっていうのはもう本当にスタッフさんから答えがあるとしたら、優しさだよってことなわけじゃないですか。まあね、損するでしょ、オンエアしたらジャンピオンが損するよっていうことなのに、それも分からずにそれを聞いてるわけでしょ。聞いてるわけだから、再来週までにオンエアなかったらもうあいつマジでぶち殺しちゃいましょうお前言われたんだよな、なんか自慢されたんだよな。いや俺も、何回もだな、あれでジャンポリスの件で、そうですよ、ジャンポリスの件で、マンツーマン面と向かって、あれやね、そのあれやもんな、来てないもん、そのオーディションが、はい、あれやな、コンビ組んでからすぐテレビ決まったな、うん、そう、本当そうですよなんか、うん、調子ええなみたいな、なんかそんなノリで話されてマジで、あれか、ダーリンズって今年なんかテレビ出たって言って、いやちょっとまだ出てない、本当ですよ、マジで、いやちょっと出てないですね、そうか、そう、いや、まあまあたまたまかもしれないけど、俺まあそのコンビ組んだらすぐテレビ来ます、いや、まあ、うわー、ないっすね、俺らが MC やってるライブがあるんですけど、うん、告知も本当に俺がね、当ててもないのに出てきましたジャンピオン、ジャンプこれ問題だって、4回ぐらい聞いたんだもんな、4回聞きましたね、あの平場で聞かされ、 MC で聞かされ、 LINE で聞かされ、で肩でもね入ってやばいな、それで全カット、全カットですからね、すごいですよ、あのね、この間まだ続き言ってもいいですか、いいよいいよ、どの場面で聞かされたかっていうと、ちょっと前に少しだけいいライブの MC をやらされることがあって、もうほんのちょっとだけいいライブで、ダーリンズで、ダーリンズで、まあ言ったらまあ、認定漫才師とかがもう出てくるような、ね、4、5組ゴロゴロいるようなライブで、まあ、エルシャラカーニさんとか、まあ取れなかったですけどドリーマーズとか、その辺が2、3組、4、5組ゴロゴロいるライブで、俺らが MC で、じゃあ、告知ある人って言ったら、ジャンナカがはい普段全くめっちゃ高かった、右手を下につけてる人普段がね、もうだからこっから離れへん、そうそうです、
ビリビリビリいやもうこの辺に置いてましたもん。あの先にあもうこの辺にやっといて告知あるしさ、ほんまそう。いやあの自信はすごいな。それでやっぱカットされる、カットはやっぱそれはだから言い訳ツイートも嬉しいっすね。大量にしてますもんね。そう嬉しかったよな昨日。師匠はオンエアされてます。俺はオンエアされてます。師匠だっけ。あっあっちゃんあっちゃんバカ笑いしてました。あらまあボリラジのね。ボリラジの、なるほど。あれはジャン中心が。でもあれやろ、ジャン中よりさ面白くないですか。あ、おんの。いや、いないだろ、さすがに。ジャン中やばいっすもん。ジャン中よりやばい、ジャン中やばい。いや、ジャン中さんの先輩っすよ。あ、そう先輩っすから、おもろないけど、リスペクトはしてます。ほんまにおもろないよ。いるほら。そうなの。え、仲良してるよ。ちょい寝てるやん。ね、言われる意味が1ミリたりとも面白くなくないですか。まあ、だから逆にディースに言われてホッとしたよね。俺が一番面白くないって思ってる人に言われるから、だからこいつの反転も狂ってんだなっていうことだね。俺が面白い。俺が認めてる。そう、俺が師匠に言われたらへこんだっすけど、好きなのにクソつまんねえやつに言われたら、あ、俺の考え間違ってない。だから俺の面白いってことを分かってないから、だからホッとしましたね。だからそういうとこが野田からしたらディースおもんないよってこと。ああ、俺やな。逆の社会ですね。野田みたいなやつにおもろないって言われたら、よかったってほんまに思うんですよ。ほんまに分かった、よかったよかったよかった。もう野田に面白くないって言われるんだったら、もうありがたい、嬉しい。一応さ、じゃあ理由を教えてよ。そうそう、お互いに。で、面白いとこありますよね。いやいや、なんで矢面にも立たず影で、矢面どうだなとか、こうだな。いや、だったらそのね、ハリウッド寄せとかあるじゃないですか。前に出ないですか。そうで、エンディングとかで俺が前出て、リンスバカつまんねえなーって言ってる野田はね、会場の客席の後ろでシャメ取りながら見てそんなやつに何が面白くないだろ。土俵に上がってもないやつに何が面白くないって言えるんだよ。オープニングから撮ってるから。そうなんですよ。じゃあ野田ちゃん、なんでリンスが面白くねえと思うんだよ。そこはやっぱ分かってないんですよね。その組織的にやってることを。組織的、自分がそうやってね、面白くもないことを俺が面白いんだよっていう顔して出てくるだけっていうのが全く俺としては面白くない。どういうこと、どういうこと。もうちょい丁寧にしよう。同じ人でもうちょい丁寧にしよう。全然わかんない。今のもなんかふにゃふにゃしてて面白くない。面白くないことを、いかにもこれは面白いんだよみたいな顔してるだけでしょ。その場の人を騙してるだけ。そうそうそう、面白そうなこと話してるだけで。本当に面白いのはお前。じゃあ、じゃあ、過去のもう全部レプリカっていうか、パクリ、パクリ、だからみんながこれはお笑いとしてこう喋んなきゃいけないってことを真似してるだけで、それができただけで俺は面白い。まあ分からんでもないけど、そのご機嫌ように出たいのかなんだか知んないよ。それぐらいに合わせてなんか話してるのか。いや俺は意味が分かる。ご機嫌よう、常にご機嫌よう意識して喋る。滑らない話出たいんだろ。何お前、それで俺喋ってる。ちょっとしたオチが最後にある話して俺は面白いんだみたいな顔してる。それでよく前に出てきて、お金も喋らせろお前。よう喋ってる。一回リンスなんか、お前ご機嫌用のやつを喋っとるなんか今。それはよく分かる。まあ、あれなんですよね。外すよな、お前。外すわ。今の外すなんていうの。ちょいちょい外すよな。今以外、今の時は、今のセリフ以外絶対受けましたからね。いや、あのね、いや、こいつがアホみたいな顔で、ね、ハリウッド戦の MC とかやり、たまにやるんですよ。やるやる。アホみたいな顔で。いや、まあ、それやるよ。舞台袖では、散々ね、息巻くんですよ。よし、今日見てください。いいやつよ。つって。いざチャーミングで舞台に回ってたら一言も喋らないんですよ。ほんまに二郎さんが一人でうわーやって一人で処理して、お前つまんねえなって横で言ってるだけで、そのくせいえ残り弁、横の人が飽きたら無理よ。俺の弁慶はリズリズくっさじゃない、リズくっさじゃない、はないです。ツッコミどころそこじゃない。汚いか汚くないかだから、リズくっさじゃない。臭い話はしてない。
野田飛び越えてきました野田のムカつきを飛び越えてきましたリンス松本の臭い話じゃないまあまあ、まあまあ、やっぱ野田がやっぱり同期ぐらいやねまあまあ、そうですか野田ちゃんの方が先輩だあ、先輩やないいやよいやいや、それもなんか変なね、プライドなんですよ、うん、俳優目指してた頃も入れていいですかみたいな、なんかわけのわからんプライド目指してたんすかちょっと、ちょっと劇団入ってたんすよ俳優目指してたんすよ野田俳優目指してたあ、でもまあまあ映画は撮りたいって言ってでお笑いだけの純粋な年数でお笑いだけの純粋な年数で言ったらあ今後輩や思ってるやつよりも後輩になってまうからもうあえて隠してんすよそういうところもしょぼいですどうしたんだよどっちに見せたよいやいやいや長く見せたよ短く見せたよ短い割には俺面白いのってこといやいや普通に見せたいですよだから普通に別に普通なの誰でだから十分なんでしょいや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 カメラ回ってるから見てるんで一応ね俺が何ヶ月単位で俺が何ヶ月単位ぐらいでヒヤヒヤヒヤじゃあ14か14取れてないね今の音ヒヤヒヤヒヤは取れへん今の声が取れてないよくヒヤヒヤヒヤっつってたこの世で一番難しい数字ボケをヒヤヒヤヒヤで絡めとる15は頑張ったでもどうしたんだよ昔までお前ら二人めちゃくちゃ仲良かった仲良かったよリンスの方が野田の番やっぱりすげえみたいなしかもリアルに言うけど、うん、ハリウッド軍団の中のポジショニングの大事さとも同じぐらいじゃないですか、うんうん、そうでしょ何を今さら仲悪くそうそうそうああなるほどね中間管理職的な立場でああま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 あそうだねやっぱこいつはやっぱその説教したがるっていうか後輩にそういうあーあーそれもされたんで飲んだらねダメなんね飲んだらだそりゃそうだろ飲んだらでこいつのダメそりゃそうだよでこいつのダメっていうのは今ある人に対してダメってそのもう過去のそのなんていうのデータっていうのが古いっていうか売れてる人を見てそうやんなきゃダメだって言って言ってる時点でもうそれは古いわけじゃないですかその人が売れてるわけだからそれを見てオリジナル性がないっていうか売れてる人見てああなんなきゃいけないっつってああなったら売れないわけじゃないですかもう売れてる人がいるんだからそれを正論みたいにずっと言ってるとこがなんまあ多いですね分かってないんだそれも今年もね、うん、あの、はい、審査員行ってたやんあ、そうか、準決勝ね、キングオブコント準決勝行きましたから行ってたやろ行ってますかで、終わって、うん、あの、ツイッターにがあ、師匠がなんかつぶやいたんですねつぶやいてたよハゲもハゲいね、ハゲ審査行ってんのかなそうそう、ありがとうで、こいつ拾ってきたよ、うん、審査行ってましたお前、審査員じゃなくて来年こそは決勝行けよ、うん、あおー、いいじゃん、うん、あいつけそしたらあの、子孫のみたいなネタやりましょうってもう赤やな絶対ダメだよ子孫のと、ま、真逆のネタしますなよできるわけボケに決まっとるやないか、そんなもんお前、いそうやろ、ほんまに基本かリースでも、あの、帰りいややっぱ子孫のみたいなことしないとダメだやっぱりな言いそう、キャラから入んないとねみたいなこと言ってましたメガネかけないメガネかけないメガネかけてメガネこんな振って助走もしないとだからかさっき打ち上げでリンスが鍋食う時にくっせえって言ってた言ってたわ練習か鍋食いたいですよねその練習かくっせえプロね違うあ、プロねプロねそのまま言うてもオリジナリティ云々だろどうだ言うてても俺らは準決勝行ってこいつら2回戦負けてるわけですよそれはすごいライバルでしょでも去年は行っとるわけですよ去年はまあそういうのねで2回戦で落ちてるじゃん奇跡がすごい重なってる誰が先に決勝行くかっていう話ですよね別に準決誰が行く最終的にしょうがないまあ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 それはそう準決だもん決勝も決勝1個飛んでな誰が売れるか売れるか誰が優勝するか準決勝行ってつないで俺の方が上だみたいなでも鉄がやっぱ一番に優勝一番最初に僕ら準決勝行ってますし5年前一番レベル高かった時2009年東京ゼロ三が優勝した言うたら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 鉄言うたら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 2009年の一番レベル高い時に準決勝行ってるんですよだからやっぱりちょっとそういうのは師匠は別にそういうのはないんでしょと師匠はないですもんね何がある師匠はやっぱり準決うんあのやっぱキングオブコントで準決いけないじゃないですかキングオブコントは別にコンビやんそうそうピンピンピンだけどまあでもだとしてもってことだとしてもっていう優勝しとんねんえあらわん優勝しとんねんあらわん優勝してます悔しかったらな、なんかの大会で優勝してみろよ、お前いや、もうお互い照れたら嫌んだよ
お互い照れんなら二度とやんな、このくだれ。おい立ちもしない、立ちもしねえしよ、よくわかんねえしよ、照れるぐらいならいや座れよ、お前ホンガホンガしちゃって俺の見せ場ここしかねえよ、なんだ照れるんだよ、ここしかねえよ、まず穴番でまず照れてたなかなか言わないしょうがない、なかなか言ってるんだよ、あと長いよ、なんかの大会の言い方忘れてた、なんだなんだ気持ち悪い、師匠お願いしますよ、もうさっと言ってましたよ、ここ僕の唯一の出どころなんすから、僕のそうだな、今お前が被害者だ、今の師匠が悪かった、何かの中で優勝してくれよ、ほら、あーうんグビっていくんじゃない、滑ったから飲むなよ、よくもまあグビっといけたね、決まった決まってないよ、決まってない、どん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 劣化してる、シキラル決まった、最初が一番面白かった、最初が飲み屋が一番面白かった、ダメなタイプ、養老が一番面白かった。